新宿区役所の近くにある稲荷紀王神社では、戦前から戦後にかけての新宿の風景を当時の雑誌や広告で振り返る企画展が開かれています。東京オリンピックの聖火ランナーが新宿の街を走り抜ける写真や、レトロなデザインのタバコや殺虫剤の広告、神社の境内に昭和を振り返る貴重な資料およそ200点がずらりと並んでいます。4年前から始まったこの展示は、地元の人たちから寄贈された資料が加わり、年々数を増しています。べったら漬けの販売を行う恵比寿祭りに合わせての開催ですが、展示は今月20日までで自由に見学できるということです。